ビクトリア大学、ビクトリア大学 A、通称、ユビッチは、カナダ、ブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアにある、総合大学である、学生数約1万9千人。バンクーバー島の南端、人口約33万人の海に囲まれた都市、ビクトリアに位置し、年間を通じた温暖な気候と公園のような、美しいキャンパスで有名。大学の規模や美しい環境。 コープ教育プログラムが学生の志望動機に挙げられている。ビクトリア大学のコープ教育プログラムはカナダで3番目の規模である。日本の提携校には、上智大学、早稲田大学、国際キリスト教大学、明治大学、立教大学、青山学院大学、立命館大学、関西学院大学、同志社大学、高南大学、九州大学、 東京海洋大学、首都大学東京、成形大学、法政大学などがある。1963年7月1日にブリティッシュコロンビア大学から独立し、ビクトリア大学として単独の大学機関となる。それ以前はビクトリアカレッジとして60年間にわたり大学レベルの教育を実施してきた伝統ある学校だった。 1903年から1915年までは、ビクトリアカレッジの名称で、モントリオールのマギル大学付属の文校として、人文と科学分野の1から2年次だけを教えていた。その当時は、ビクトリア教育委員会の管理の下、ビクトリア高校と施設を共有していた。両校の学長は、1903年から1908年の、 E.B. ポールと1908年から1915年の S.J. ウィリアムスが務めた。1908年の衆議会の決定に基づき、ブリティッシュコロンビア大学以後、アブックが1915年に開学され、ビクトリアカレッジは高等教育の実施を停止することとなった。1920年、地元の要望により、ビクトリアカレッジはアブックの付属校となった。 ビクトリア教育委員会の管理下ではあったが、ビクトリア高校とはキャンパスを完全に分離し、1921年にクレーグダロック城に移動した。その後20年、再登板したポール学長と PH エリオット学長の努力もあり、学祭を網羅した1から2年次の教育を行うという評判を得ていった。その当時に学生だったピエール・バートンは、学生新聞、 ザ・マイケレスコープの人気漫画家兼編集者だった。バードンは後に、ノンフィクション作家で、カナダ史やカナディアーナを扱った。ジャーナリスト、テレビのパーソナリティとしても活躍した。1945年から1963年は、J.M. ユーイング学長と W.H. ヒックマン学長のもと、2年生カレッジから、総合大学へと成長する移行期間となった。 この間の運営は、アブック、グレーター・ビクトリア教育委員会、ブリティッシュ・コロンビア州教育課の3社を代表とする、ビクトリア・カレッジ会議に変わる。この頃、様々な変更があった。1946年、戦後の再編の中、ビクトリア・カレッジは、クレーダー・ロック城から、州立教員養成学校のランズダウンキャンパスに移動した、現在のカモーソン・レッジの、 ランズダウンキャンパス。長年の歴史を持ち、高い評価を受けてきた、中立教員養成学校は、1956年に教育学部として、ビクトリアカレッジに加わる。その後、カナダ国防省とハドソン湾会社の協力により、284エーカー、現在385エーカーの土地を、ゴードンヘッドに取得した。1956年以降は学問の面でも、 拡張をはじめ、アブックの付属校としてではあるが、初めての学位取得者を1961年に輩出した。大学の自治権獲得に向け、1963年のユニバーシティアクト、州法の大学設置法では、以下の内容が確定した。現在、大学の学賞、学期には、大学の歴史と伝統が反映されている。文学史のフットは赤く、 マギル大学付属校時代を思わせる。理学士のフットは、金色。教育学士のフットは、アブックの色である青になっている。青と金色は、その後も、ビクトリア大学の公式色として使用され続けている。文章の最上部には、大学のモットーが、ヘブライ語で、レッド・ゼアビー・ライト、光あれ。最下部にはモットーが、ラテン語で、A、マルタ・トゥード・オブ・ザ・ワイズ・イズ・ザ・ヘルス・フ・ワールド。 多くの賢人は世界の健全と書かれている。メインキャンパスはグレータービクトリアのゴードンヘッド地区にある。広さ403エーカーでオークベイとサーニッチの2つの行政区をまたがる。キャンパス設計と構想の原案はサンフランシスコの建築設計会社ワースター、バーン・ハーディエモンズが作成した。キャンパスの設計方針としては 直径600メートルの深淵を一方通行のリングロードいう環状路にして、円の内側に主な研究、教育要校者を施設し、円の外側に学生組合会館、大学書店、学生寮、宿舎、スポーツ施設などの付随施設を配置した形になっている。ビクトリア大学は中立であり、植物園、大学図書館等を含むキャンパスは原則として、 一般に開放されている。主な建物は以下の通り。また、ビクトリア市街の中心部に大学美術館、レガシー美術館、レガシーアートギャラリー、大学が所有するホテルパブがある。大学は多くの学生養殖者を提供をしており、シングル、またはダブルの両室、4人でシェアするアパート、家族用、マンションタイプのもの、ラムファミリーハウジングなどがある。 学内には3200人の学生が住む。大学には森林が隣接しており、鹿、フクロウ、リス、他大学設立前から生息している野生動物がキャンパスに顔を出す。稀にクーガーが出没することもある。カナダで全国的に有名な法学部は2005年のカナディアン、ロイヤー市のロースクール調査で第1位にランクされている。また、 カナダの代表的週刊ニュース誌、マクリーンズの2007年度大学ランキングでは、前年より順位を上げ、中規模総合大学部門第1位、その後も、例年主位を争っている。世界的に権威のある英国の定義氏が2010年に発表した、世界大学ランキングでは130位、日本の大阪大学と同率にランクされ、これは、カナダの全大学中6位である。 また、2012年に、帝氏が発表した全世界の開学50年未満の大学を対象とした、新興大学ランキングでは11位、北米では3位に選ばれた。大学は、運動部のチーム名である、ビクトリアバイクスとして、カナダ西部大学運動競技協会、カナダインターユニバーシティスポートと、全国インターカレッジ運動競技協に参加している。大学には、 現在、以下のスポーツチームがある。バスケットボール、クロスカントリー、トラック、フィールド、ホッケー、ゴルフ、想定ラグビー、サッカー、水泳。大学には、スポーツの伝道がある。最近伝道入りした人物に、指導者部門では、2年間日本のトップリーグチーム指導経験もあり、その後アテネオリンピックのバスケットボールオーストラリア、代表コーチ、2006年に NBA プレイオフで、 ミルウォーキーバックスのコーチコンサルタントなどを歴任したケンシールズやアスリート部門ではカナダラグビーを代表する存在で代表キャップ数55、うち22がキャプテンとして1999年のラグビーワールドカップでもカナダ代表キャプテンを務めたキャレスリーズなどがいる。ビクトリア大学には28のスポーツクラブがある。以下に例を示す。フィギュアスケート部。 ホッケー部、アウトドア部、ヨット部、バドミントン部、テニス部、社交ダンス部、水球部、ジャグリング部、乗馬部、剣道部、シンクロ水泳部、サーフィン部、スキースノーボード部。約8万8千人の卒業生を輩出し、政財界、行政、文芸、スポーツなど、多方面で活躍している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。